盆栽からしたらもったいない。松盆栽生産日本一の高松の盆栽園。北谷養泉四代目・北谷隆一ですえ。今回のテーマはね、葉っぱの、まあ、ある症状に対してね、まあ、こういう理由ですよっていう。まあ、そういう動画なんですけども、その前に少しだけお時間ください。今の、無料のメールマガジンあります。七十通以上ぐらい、もう届くぐらいの数になってるんですけど、で登録者も二千百人ぐらいおられるそうです。で あの概要欄からね。メールアドレスだけで無料で登録できますんでで、登録したらまあ定期的に何日かに1回メールが届くというなまあ、そういう仕組みになってますんで、えー、かなりね。動画だけじゃなくて、そっちでまた復習するみたいな。そんな感じで使っていただけたらなと思います。では、本題に戻ります。あの葉っぱのある症状とさっき言ったんですけども、まあちょっとさっき現物見ていただきましょうかね。はい、こちら。 こここここの黒松のね、これれ見えるかなこれここ？下の方が緑なのに上が赤はい、まあ、枯れてるみたいなねこの葉っぱ今僕がちょっと指で動かしてますけどこの葉っぱの状態どういうことかというご説明です。 まあ分かる方にはねいやそれそうやろうってもう一瞬で分かるんですけど結構あの僕も一般の方から質問いろいろ受けてるんですけど「この症状大丈夫ですか病気じゃないんですかなんどうしましょうか」みたいな「どんな処置したらこれ治りますか」みたいな感じでねあの結構焦ったようなメールちょこちょこいただくんですけど、えー、お答えから言いますとこれはあの葉っぱが折れてるだけです。はいまあ、この黒松はあの まあこのクローマン、ね、愛好家さんのなんですけど実際愛好家さんが自分で手入れされたんですけど、まあ、プロがしても、まあ、愛好家さんねそのアマチュアの方がしても仕方のないことなんですけどこう手を、ね、こう入れていくとどうしても葉っぱに手が当たってこうやって折れることはあるんですね。うん、でこういう手が当たって多分手かハサミか何か当たって折れただけの症状です。はい この今さっき説明した葉っぱは。なんでまあそういう理由なんであの全然その病気でも何でもなくてし、まあ、仕方がないしあの大したことがないというかでまあ見た目が悪くなってるのでこういうのを、まあ、抜けるようなら抜くと、ね。抜けるようなら抜く。で葉っぱの数がね目に対して葉っぱの数がもうえらい少ないなともう23枚しかないなっていう場合は。 なんか抜いたらちょっと葉が少なすぎるという場合はこういう,う赤いとこだけをね、まあ、ハサミで切るっていうのもいいと思います。まあ、切った後はどうしてもそのタバコの先みたいな焼けたような感じにね何日後かにはなるんですけどまあどっち取るかというあたりで、まあ、つけといても別に構いはしないんですけど、まあ、抜くのが一番間違いはないかなというあの見た目だけで言うとね。はいなんでまああの さっきみたいな葉っぱを見つけて、これはどういうことだって。焦らずに単に折れてる場合の方がほとんどだと思いますんで、まあ、焦らずにまあ、抜くなり切るなりして対処してください。というまあ、そういうお話でございました。はい。では、本日は以上です。盆栽からしたらもったいない。北谷4世4代目北谷隆一でした。チャンネル登録高評価メールマガジンもよろしくお願いします。